中英イラン大使館選挙事件とは、1980年4月30日に、イギリスのロンドンにある中英イラン大使館が、6名の反補名に派、イラン人テロリストにより選挙されたテロ事件である。この事件により4名の犠牲者が出たが、イギリス陸軍の特殊部隊 SAS が突入し、犯人グループ6名のうち5名が射殺された。 1980年4月30日午前11時半ごろ、ロンドンのプリンセスゲートにある中英イラン大使館にドラムラを名乗る6名のテロリストが侵入し、襲撃の際に大使館のイラン人報道官と同じくイラン人のアルバイトを射殺した。6名は、誤名に率いる革命政権によりイラン国内で逮捕及び、収監されたアラブ系活動家の同士91名の解放を、 要求し、要求が聞き入れられない場合は、30分ごとに人質の殺害を行うと宣言した。このグループのリーダーは有名なテロリスト、サリムこと、オーン、アリムハメドであった。その後、こ着状態になったが、事件発生から3日目の食料及びタバコの供給の際に、ロンドン警視庁の交渉人が交渉を行い、テロリスト側は当初の要求を撤回し、 中英アラブ系国家の大使3名との面会、及び、キースロー空港からの安全な脱出の保証を新たに、要求した。またその後、BBC が、ドラムラ側の声明の発表を行うことに同意した、ことから、新たに2人の人質の解放を行うと発表した。しかし6日目の5月5日に、事件は急変する。要求が受け入れられていないことに気づいたテロリストは18時50分頃に、 人質一名を殺害し死体を玄関へ投下した。これを重く見たロンドン警視庁は、現場の指揮権をイギリス陸軍の特殊部隊 SAS へ移乗した。その際偶然、居合わせた元 SAS 隊員の警察犬トレーナーが、高架用ロープを結びつけていたため、二体のうち一体が、そのロープを使い突入する作戦となり、19時20分頃、ついに、ニムロット作戦が決行され、 バルコニーへ、懸垂効果、特殊なプラスチック爆弾で窓枠を爆破、潜航弾を投入し、突入を開始した。その際犯人が人質を1名射殺したが、s a s は結果的に犯人5名を射殺し、人質となっていた26人が解放された。この突入の模様は BBC でも大きく取り上げられた。ありがとうございます。